はい、皆さんこんばんは。酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、前回飲んだ、ジンロの、グレープフルーツ味です。前回と同じく、香料、酸味料、甘味料、無添加。で、アルコール度数が 7%、果汁が、40% となっております。こちらもですね、前回と同じ、皮ごと果汁を丸ごとすりつぶして作ったと。無添加チューハイです。そして、前回と同じく原材料名が、グレープフルーツ、アルコール、炭酸ガス。というこの3つの凄まじいね、もう、単調さというか、すごい、単純な明快。な感じですけど、いただきたいと思います。まあグレープフルーツっていうと結構嫌いな人いるんですよね。 100% グレープフルーツジュースって結構売ってるじゃないですか。まあ俺もあんまりそこまで好きっていうわけじゃないんですけど、でもたまに飲みたくなるね。喉乾いた時とかに。すっげえ喉乾いて、甘いの飲みたくない時に、苦くて酸っぱいやつを、酸っぱいそのグレープフルーツジュースですね。それ飲みたくなる。まあ、基本的にはオレンジジュースの方が好きなんですけど、まあ、時と場合によりますね。グレープフルーツジュースもうまい時はあるね。乾杯。前回の何も変わらんぞ、これ。前回のビターオレンジと何にも変わらんね。正直言って。本当に。何にも変わんないです。もう感想もね、同じです。もうまんまグレープフルーツジュースの、人狼割りです。まあ、人狼かどうかは知らんけど、焼酎の香類割り。大樹氷とで割ったパターン。これダメだな。これ語る価値ねえろ。これぐだぐだ語ってもな。どうせ味同じだからさ、それをオレンジをグレープフルーツにしただけなんですけど。これは本当に。まあ、そもそもジンロってそんなに好きじゃないんですけど。うん。ジンロ、焼酎、自体。でも結構高めなんですよね。まあ、美味しくないっていうか、まあ、美味しい美味しくないは、まあ別としても。今楽天で4リッターのペットボトルのジンロ。25度。度数25度で2880円。高い。なん高いんだろう、こんなに。まあ、少なくとも俺はね、焼酎の香類だと、一番おすすめは、イオンのトップバリューの、焼酎、香類の、焼酎ですね。あれ美味しいです。本当に。うん。ただ、まあ、少なくとも、大樹氷とか、まあ、好みがありますからね。大樹氷好きな人が好きなんですけど、俺大樹氷大嫌いなんですけど。大樹氷とか大五郎です。あれまずいです。で、一番好きなのは、
ちょっと高いんですけど、だいたい2000。ちなみにその、さっき言ったトップバリューの焼酎は、4リッターで1000、700円ぐらいと。1700、800円ぐらいじゃなかったかな。トップバリューの焼酎。ちょっと今ググってみましょう。あれはね、甘さがあって美味しいんですよ。トップバリューって結構ほら、安物のイメージがあるんですけど、少なくとも、だんだん全然うまいです。本当に。飲んでみてください。全然美味しい。普通にね、カップ酒で売ってますから。カップ酒の 200ml、220ml か。とかでも売ってますんで。ぜひ、飲んでみては。4リッターで1748円。だそうですね。ああ。でね、これね、トップバリューのね、まだ飲んだことないんですけど、芋焼酎とかもあるんですよね。芋焼酎とかね。しかも本格芋焼酎。ただの芋焼酎じゃないです。まあ、基本的には芋焼酎って言ったら本格を指すんですけど、安いトップバリューブランドだと本格じゃなくて、たまにね、芋焼酎プラス、さっき言ったトップバリューの、焼酎香類をブレンドした、紺和焼酎とか、安いやつがあるんですけど、そうじゃないんですよ。ちゃんとした、芋って、まあ、それも売ってるんですけどね。焼酎香類、おつ類、紺和って書いてあるんですけど、それも一応トップバリューで売ってるんですが、うん。まあ、こっちは安物ですね。いわゆるまあ、その名の通り、焼酎香類と芋焼酎を合体させたっていうパターンのやつなんですけど。普通のね、芋焼酎っていうの。これ飲んでみたいんだよな。今度買ってみよう。芋本来の香りと味わいを楽しむことができる、黒麹仕込み黄金戦艦仕様の芋焼酎ですって。はぁ、あ。ちゃんとしてるわ。しかも黒麹仕込み。俺の好きなパターンの芋焼酎ですね。それはどうでもいいとして。うん。焼酎はね、俺が一番うまいと思ったのは、あれ？なんか韓国焼酎がトップバリューで出てるんだけど。何が違う？ソージュっていうのかな。トップバリューで韓国焼酎4リッターで1980円だって。それ、ジンロとか買った方が安いんじゃないの？わざわざトップバリューブランドで買うもんなの？これ。ちょっとググってみましょう。ソジュ。あ、ソジュらしいですね。ソジュ。あー。これ違うよな。トップバリューみたいな。まあいいや、後でいいや。あんまり、韓国焼酎あんまり好きじゃないんで。韓国焼酎ってことは、韓国で作られた焼酎ってことだよね。それがよくわかんないんだけど。まああんまりちょっと独特の味があるんだよね。
ちょっと、ここで。ウィキペディア。まあ、いわゆる韓国焼酎といえば、ソジュというらしいですね。朝鮮半島で製造されている蒸留酒。朝鮮半島古来からの伝統酒の一種。日本の焼酎に相当するものであるため、韓国焼酎とも言われていると。伝統的に米から作られてきたが、第二次世界大戦後から経済成長期にかけて米不足を契機として、ジャガイモ、小麦、大麦、サツマイモ、タピオカなどのデンプンを、加えたソジュや、完全にこれらの原料から作るソジュが作られるようになっている。ソジュは色が透明であり、アルコール度数は 20% から 45% までと様々だが、20% が最も一般的となっており、度数が低いソジュが好まれる傾向が1990年代以降強まっている。その味はウォッカなどと似ているが、製造過程で砂糖や香料が加えられることがあるので若干甘めである。まあ、いわゆる人狼ですね。ここに書いてあるけど。ブランド、人狼は2007年に7200万ケースを売った韓国最大のソジュ製造業者であり。2007年に7200万ケース。それ物理的に可能なのか？ん？7200万ケース ?1 年でってこと？それ、すさまじいな。やっぱ、中国に人がいっぱいいるからあれなのか。その中でも現在のところ、チャスミルってこれ有名ですね。韓国焼酎だと。俺知ってます。チャスミルっていう。まあ、人狼の同じ会社が作ってる。なんか、まあ、焼酎のやつですね。チャスミルという、竹炭。竹の炭ですね。で、複数回ろ過していることを売りにする製品に人気がある。ああ、なるほどね。伝統的には、ソジュはそのままストレートで飲むものだが、ソジュの入ったグラスをビールの入った大きなジョッキへ落とす爆弾酒。爆弾酒っていうのか、爆弾酒と読むのかよくわかんない。これ以前俺飲みましたね。これ。以前、爆弾酒が、確か飲んだ記憶がある。まあ、やり方はちょっと違うけどね。いわゆる、ビールの、焼酎割りみたいなもんですね。逆に、ソジュの中にビールの入ったグラスを落とす、水素爆弾酒などが、酔いが一気に回る飲み物とされる。飲み方とされる。爆弾酒、爆弾酒。爆弾酒ですね。あ、これ韓国のやつなのか。俺、作ったの、俺、韓国の焼酎で作ってないと思うね。爆弾酒。これは正式にはやっぱり、韓国の、カクテルなので、韓国の酒、いわゆる、さっき言ったソジュを使うのが一般的なんでしょうね。
これは結構面白いですよ。まあ、ちょっと名前がちょっとあれだけどな、爆弾種とか、さっきあったけど、水素、なんだ、水素爆弾種とかね。なんか、名前がちょっとおかしいだろうっていう感じはするんですけど。ここね、腰つべでね、ググるとね、出てくるんですけど。結構面白いです。まあ、いわゆるショットグラスに、ショットグラスに、チャスミルとか、ジンロ入れといて、で、その下に、そのビールを、注いであるビールを、まあ、いわゆる注いであるビールのグラスの上に、その、ショットグラスを乗っけてる感じですね。で、これはどうやる？これは、いわゆる、ドミノ倒しみたいにして、カガガガン。ああ、すごいですね。ドミノ倒しみたいにして、タタタタタンって全部こう、カガガガガンって落として、そのショットグラスに、を、タンブラーの中に落とすわけですね。もうめちゃくちゃこぼれてますけど。もっちゃくちゃこぼれてます。もっちゃくちゃこぼれてますけどね。めちゃめちゃになってます。うん。まあ。まあ爆弾者はあんまり俺はいいや。びちゃびちゃになるのも嫌だって。で、先ほど言いかけてた、焼酎は俺、一番好きな焼酎、何か。焼酎っていうか、あれですね。芋焼酎とかの本格焼酎ではなく、焼酎おつ類ではなく、香類の方ですね。香類の方で一番好きなのは何かというと、これは間違いなく、俺が一番好きな宝酒造。宝酒造の焼酎です。といっても、宝酒造には何個か焼酎があるんですが、これですね。宝酒造のもうところ、サイト行ったらもういきなり出てきたんですけど。極上。宝酒造の極上です。これがむちゃくちゃうまい。ぜひ飲んでいただきたい。皆さん。宝焼酎もね、全然美味しいんですけどね。この極上はですね、ぜひ、簡単に飲めます。普通にコンビニじゃねえか、コンビニは売ってねえかな。220ml のね、カップ酒で売ってますんで。うん。これ確か、4リッターで2200円ぐらいの。割と安いです。さっき言った、あれよか、高いけど、あれ？うん。あれ？ジンロっていくらだったっけ ?1880 円だったっけ ?2880 円だったっけ ?2880 円ないか。ん？あれ、いくらだったっけ？ちょっとまた。ジンロいくら？さっきのちょっとまた楽天サイト。楽天サイトで4リッター、最安値が2500円。あ、でもやっぱそうなんだ。4リッターだと、2880円ですね。高い。ちょっと待って。4リッターでしょ。
最安値が、楽天だと、2280円ですね。だから一般的にはどんぐらいなんだろうな。2800円ぐらいするのかな。まあ、安いです。うん。さっき俺が紹介した、トップバリューの焼酎、1750円ぐらいだったかな。なんですけど、まあ、それにプラス500円ぐらいで買えちゃいます。4リッターのやつがね。確か2200円ぐらいだと思います。極上はね。これ本当に美味しいです。ああ。うん。何がうまいかっていうと、コクがある。うん。これは。これはですね。すごいですね。これは、タルチョド熟成酒 3% を使用している。極上は、ロックや水割りで飲んだときはまろやかに、ミックスベースとしたときは、割り剤の味を活かしながら、焼酎の味わいがしっかり感じられる。そう、これなんですよ。通常の焼酎香類っていうのは、割り剤として使うと、まあ、ほとんど味は、まあ、するんですけど、そこまで特徴的ではないんです。ですが、これをね、使用するとね、非常にね、こちらの極上が生きてくるんですね。しっかりこう、極上の味わいがこう、感じられて、うん。しっかりその味の、コクとかまろやかさとかが、芳醇な味わいがね、さっきからこう、このまろやかなとか、芳醇なとか、ここに書いてあるので、それを丸パクリしてるんですけど。宝酒造は、大麦、トウモロコシ、サトウキビ、糖蜜、など原料でだけでなく、蒸留方法や、貯蔵する樽の種類、貯蔵期間、精製方法、など、異なる様々な味わいの樽貯蔵熟成酒を約85種類、約2万樽保有しています。これらの樽貯蔵熟成酒を長年培った経験と技術でブレンドすることで、すっきりとした香類焼酎に味わいの幅を持たせた美味しい焼酎を製造しています。なるほどね。これは本当美味しいですよ。うん。でね、ここが問題なんです。タルチョド熟成酒 3% 使用。これなんでこれ 3% しか使用してないか。多分ここがね、肝なんですよ。俺の中だと。なぜかというとですね、実は、もっと使ってるのがあるんですよ。宝焼酎のレジェンドっていうやつ。こちらですね。レジェンド。あれこれもっと使ってなかったっけ？商品特徴。10年以上樽で寝かせた、樽貯蔵熟成酒などから生まれた芳醇でまろやかな味わいです。このレジェンドっていうやつはですね、それより多分多く含んでるんですよ。樽貯蔵熟成酒って。ですが俺これ飲んだけど、美味しくないですね。普通に、やっぱり純かこっちか11種類の厳選樽貯蔵熟成酒を 13% 使用、宝焼酎純っていうやつが 13% も使用しているやつ。
これがあんまり美味しくない。で、さっき言ったレジェンドもあんま美味しくないです。うん。やっぱ使いすぎはあれかなと。うん。3% ぐらいがやっぱベストなんじゃないかと。いう感覚ですね。俺の中だと。うん。で、ちなみにこのレジェンドが、もう1年前ぐらいの、やつが未だに残ってる。このレジェンドはほとんどあれですね。ちょっと薄い、ちょっと若干薄いウイスキーみたいになってますね、これね。ほとんど味わい的に。これは。ほとんどウイスキーレベルですね。もうだったらウイスキー買おうぜっていう感じ。それだったら別にウイスキーでいいじゃんって。そんな感じになってます。ので、まあ、少なくとも俺がおすすめは、まあ、あれですけどね、人によると思うんで、純もうまいっていう人もいれば、個人的に純よくやっぱこう極上の方が美味しいかなと。で、宝酒造の一般的なその宝の焼酎、極上じゃない通常のやつですね。これも美味しいんです。うん、宝焼酎ですね。あ、宝焼酎って35度もあったんだ、これ。35度は多分、梅酒作るときに使うやつなのかな、これな。わかんねえけど。うん。ということで、ちょっと長くなりましたけど。これ三つ星ね。うん。もうさっきから飲んでるけど、もう全然面白みもないわ。それではご視聴ありがとうございました。